さすがはカカシさん、戦い慣れている。イタチ、今回はここまでです。消えた？今の引き方。ああ、どうやらあやつ時間稼ぎ。どうやら間違いないようじゃな。おそらく美獣人中。美獣とは、主角や九尾といった王を持つ魔獣のこと。九尾。美獣は莫大なチャクラ。利用ってそんなチャクラ。結果的には。じゃが人はその力を美獣を。そして美獣を封印されたもの。人。ナルト。さくらちゃん。瞬間的。だが、そ。そうじゃ。美獣。死ぬ。相変わらず心配性だな、さくらちゃん。ガーラ。俺、私は。加賀先生。ナルト。足止めご苦労だったイタチ。いえいえ、久々に彼と戦えて楽しかったですよ。だが時間稼ぎをしたとはいえ、じきに奴らはここ。わかっている。俺より一尾の封印を。なんだ、なぜ。
あれは誰かに必要とされたが、どうして俺は、なぜ俺は。そうだ、俺みんなを守り、みんな、俺は、俺は。加賀先生、目的地まであとどれくらいなんだ？ここからだともう少しといったところ。よし、待ってろよガラ、すぐに助けてやるからな。これは結界だ。まずはこれを外さねば。どうやって？それは五風結界だ。え？遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まる。ナルト君、さ、おっ。皆さん、一足早かったんですね。さて、早速で悪いが、この五風結界は近辺に金と書かれた札を、だから目の前の札と他の4箇所にある。なるほど、ならば白眼。見つけた。よし、札は俺たちに任せ。あ、頼む。よし、外反青春フルパワーでいくぞ。俺たちはガイたちから連絡があるまで。目の前まで来たってのに。カカシよ、なぜあの子。あいつも人中力です。確かにナルトにとって砂隠れ自体には、しかしが砂隠れにいるどんなものよりも、どの里においても。だからこそ助けず、ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを。仲間かつてガーラ、それは砂隠れを守るため。結果として逆に里を苦し、今思えば。わ、いえ、ま、間違いを犯したのであれば千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。まだできることが。
この先に札があるはずだ。二組に分かれたのはいいけど、あの二人を組ませて大丈夫？、うん、今は俺たちのやるべきことを。オッケー。あと1枚あるはずだ。うん。こっちには用はないな。いや、そう簡単に。え？どうやら赤そう簡単に結にして。どうした？冗談。本物とにネジ援護して。さあ